ところでこれをこれでとこれがまあレインするということで、もうがっちりこれになりますね。ことを防ぐために、まあ、この断熱層としてこのブロックを、ね、やってます。ここがかなり熱くなってもここの温度はかなりね下げることができるので、これが燃えにくくなるということでやってます。であとこの石がブロックが蓄熱するっていうこともね あります。ここ飛び出てるんですけど、実はこれがここにこう入るようになってるんですね。こういうふうにここが開いてていいんで、でこっち側も、まあ、先にそっち側をつけてますね。こっち側も同じことですけど、実はね、まあ、これちょっと失敗作で、これから作るやつは、この屋根をここ斜めにします。こういうふうに斜めにすると、ね、でここに壁作ってあげる。そうすると熱が
の流れが対流がね、ここに直接当たると90度に立ち上がるんですけど、斜めにしてあげるとより、スムーズに、暖かい空気がこう体内室内を対流するような形になる。であともう一つはサウナに、の石に、水をかけるときに蒸気が出るんですけども、その時に今みたいなこういう天井だと、水をかけた時に蒸気が自分の顔にまともに来るんですよ、この辺に。だけどこれをこう斜めにしておいてあげると、その熱い蒸気が、自分の方にかかりにくくなるっていうことも分かったし、で蒸気も、体内の、人にこうより伝わりやすくなるっていうことも分かったので、まあ、次作る時はこういうふうに改良します。中に入ってて新鮮な空気吸いたいときはちょっと開ければ空気がバーッと入ってくる。